SC ノットを作りたいと思います。まずですね、こちらの P ですね、 P のねラインをですね2つ折りにしていただきます。 20〜30cm ね2つ折りしていただいてね、このような形になりますね。でリーダーですね、リーダーを用意していただいて、リーダーの上に乗せます。 10cm ぐらいね、乗せていただければ結構だと思います。こういうバッテン印で上に乗っける感じでこう押さえていただきます。そしてこちらのね P の2つ折りにしたものをね、このリーダーにぐる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 、ね、20回以上巻きます。1回ですね、2回3回4回5回6回7回8回9回10回11 12 13 14 15 16 17 18 19 20回このね、巻くときにね、重ならないようにね、巻くのがコツです。そしてね、3号以下の場合はですね、まあ、25回から30回。で、4号以上の場合はですね、20回からね、まあ、25回からぐらいね、ここにね、巻いていただければ結構です。そしてね、ここのね、先糸の部分ね、ここをね、よじれて広げていただいてね、輪にします。そして、この、持っていたリーダーね、こちらを通します。この中通していただいてね、引っ張ります。そしてリーダー本線とこのヒゲですね、ヒゲとこちらの P の本線、これをね、同時にね引っ張ります。3点ね、同じ力でね引っ張るのが一番よろしいと思います。でね、ゆっくりね引っ張っていただければ結構です。こちらのね、リーダーの方をね、刃に加えていただいてね、P が、動くようにね、した方がよろしいと思います。そしてね、これをね、この結び目をですね、締めるとね、結構手でね、締めると締まっていきますんでね、で、締まった分はね、こちら、ヒゲとね、P の本線をね、1本ずつね、リーダーを持っていただいて、一本ずつね、こう絞っていってもね、よく締まりますからね、こういう感じで。そして最後に、ね、こう両方のね、P をね、ぐーっとこういう形で引っ張るとね、よりね、結ばれます。ただね、P でね、このリーダーを挟んでしまうとね、そこだけ気をつけてください。あまりギュッギュッギュッ引っ張ると、このナイロンラインが切れてしまうんでね、これでね、もうかなりガッチリつきました。そしてね、今度リーダーとですね、P の本線をですね、このリーダーのリーダーと P の本線、これをですね、このね、P のヒゲの部分でね、ハーフフィッチにして、ね、止めます。2回ぐらいね、止めていただけると。こうやってます。両方止めることによってね、かなり、ね、強くなりますんで、今上からやったんでね、次は下から。そしてね、ギュッと止めます。で、止めていただいてですね、最後エンディングノットですね、エンドノットしましょう。こちらね、このね、2本のリーダーと本線ですね、本線にこのヒゲで輪を作っていただいて、5回ほどね、通します。5回ぐらい通していただいたらですね、軽くね、引っ張ります。こういうふうにね、こち
中ヒゲの方で引っ張っていただいたらですね、ここのね根元のところこう軽く持っていただいてですね、このね今巻いたやつをねほどくような形でこっちにね巻いていくのがねエンドノットです。でほどきますよ。1回ほどきました。2回目ほどきました。3回目ほどきました。4回、これでね5回、これでね全部ほどけました。ほどけたらねほどけた分だけねここに巻かれてますから、ここを押さえていただいて、はじめにね、こっち出しておいたヒゲの部分、これをね、引っ張るとね、ずっと輪が縮まっていきますね。ちょっと離してみてみましょう。上も。で、倒立です。そしてこれでね、ギュッと引きます。これでエンドノットで完成です。あとはね、余分なね、A ラインはすべて切ります。まずね、リーダーを切りましょう。そしてね、残ったね、このPを切りましょう。ヒゲの部分を切っていく。あとはね、このヒゲの部分はね、できればね、ライターでね、コブを作っていただければ結構です。他のラインに、ね、傷つかないように。コブを作っていただいてね、リーダーの方もね、ちょっとねコブを作っていただくと、もうこれ以上、ね、物理的に抜けなくなりますんでね、よろしいんじゃないかなと思います。これでね S 字ノットの完成ですね。エンドノットまでしました。これでね、かなり強いねラインができたと思います。それではね、皆さんね、これで、ね、お試しになってみてください。さよなら。